や、今日は暑いね。今日はね、御徒町の焼肉屋さんで焼肉を食べたいなと思ってやってきました。いやー、しかし暑いな。久しぶりに来ましたけどね、相変わらず雑多な町だなと思います。ここはあれだね。あ、それじゃん、トラジテ。確か汚ねえな、パスワード汚ねえな。聞いてみっか、もう入れっか。冷えてるね。ああ、冷えてる。火に焼いたらいいよ。でもなんかいろいろ入れてるって言ったら、レバーも入ってる。これレバーだね。あ、これ春菊でしょ。春菊だね。あ、うまいわ。いらないんだよ、ネギは。ネギはネギで育ててるからね。寂しいハラミだな。俺ら知ってるからな、同期感な。そういうことでしょ。ハラミのジョーですよ、これがね。食べますけど。あった、あれは何食べていい。いいよ。この蜜醸酒みたいな、まっこれ来たよ、上澄みの。あー、なるほど。そういうこと。あ、初めてかも、これ。そういうこと。どうも、はい。はい。どうなの。はい、美味しいでしょ。ただいまでしょ。うん。ここで食ってチンチン券だけ直樹のこれで帰ればいいんだな。まだ食えるよ、これ。だからこれをね、あえて早く食わないから、ちょっと行きたいところ我慢しつつ。チンチン券のお前ちゃん食ってないだろ。食べてない。食ってねえよ。メンマ食ってメンマだろ。食ってねえだろ。チャン食べて、あの画像残ってる。絶対チャン食ってないよ。俺お腹いっぱいだったもん。チャン食ってない。村田ちゃんが言ったら。だけどさ、自分で釣った魚をさ食べさせるって最高だよね。いや、食べましたけどね。いや、楽しかったね。ゲリラライブ来るらしいから。何がいいって、楽しかったね。楽しかったね。それだけだね。うん、いい店でした。いい店でした。女の子いい子ばっかりだし、美味しかった。良かったです。